運命とか宿命とか因縁、託すとか託されるだとか、そういうのって受け取り方だと思う。受け取った後のやり方も人それぞれだ。アピス、うちの話し相手も使命の一つと心得ろ。沈黙がエグい。お前も味わえ。できれば喋れろよ。キャッチボール聞いてるか。すぐにとは言わんが、いずれなれ喋れるように。お久しぶりですね、先生。先生って、この人がイズネ。まさかその姿は。彼が用意してくれたんです。お気に召しませんでした？一体何が望みだ、答えろ。先生、私は生まれつき自分の寿命を考えながら生きることを余儀なくされた。だからサニオにすがった。もっと長く生きていたいと。その姿を見て俺は動揺した。いや、分かっていた。そう覚悟していたはずなのに。彼女からは様々なことを学んだ。中でも沈黙の辛さを彼女はたびたび口にした。だから俺は今度目が覚めたらたくさん喋ってやろうと心に決めていた。自分で分かっていたさ。目が覚めた時にはきっともういない。それでも本当は見守ってくれているのだと思わずにはいられないのです。よし、頑張りますよ。俺は行ってきます、ご主人。クライシスホライゾン。うちらの運命って生まれた時から決まってたのかな。生まれた瞬間、運命の決まるものもいる。言葉通り運でだな。生まれは選べないもんな。もし選べたらお前はどうする？